予算内で学校運営が行えるよう創意工夫に努めてきたところでございますが、学校現場としてはこれまで以上に厳しい状況であることは私どもも認識しているところでございます。名古屋市は今日の市議会本会議で、設備の老朽化や物価の高騰により学校で必要な予算が十分でなくなっているとの認識を示し、標準運営費の増額を検討する方針を明らかにしました。標準運営費は児童や生徒の数などをもとに決められ、名古屋市立の小学校の場合、児童1人当たり年間およそ3万円と、これまで15年間にわたって水準が変わっていませんでした。名古屋市立の学校では、PTA から備品など過去5年で1億8400万円分の寄付を受けていた実態が、東海テレビの取材をきっかけに明らかになりましたが、市はこれまで学校の予算は十分だと強調してきました。もう学校の予算は1円も削らないって言ってますから、ちゃんと穴あげますんで、ご心配なく。